こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グリーリーエイコー、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。アルーリングタイクーン前に行きそうです。オイスターチャート、それに続いています。さらにはグリーリーエイコー、14番ウィッシュシュバリエ、その後ろサードパール、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアルーリングタイクーン、その外からグレートグリーン、ミスター東人後位をキープ。先頭は依然としてアルーリングタイクーン、グレートグリーン、ほとんど差がありません。さあミスター東人逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はミスター東人、離れてキャロットカルテット、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はミスター東人、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はアクティブモントレー、ミスター東人1着、ミスター東人完勝、ミスター東人1着、2着はルビアノ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ミスター東人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって待機してくれたり、あと 200m、 サーストンルック伸びてきた。サーストンルック先頭です。このまま押し切るか。エンゼルカルメン迫る。サーストンルックもう一伸び。サーストンルック、サーストンルック1着、2着にはどうやらエンゼルカルメン。サーストンルック見事1番人気に応えました。